はい、皆さん、こんにちは。サンソンチャンネルの山木サンソンです。で、今日はですね、珍しくネタが結構複数ありましたので、投票を行ったところですね、ハーチューが訴えられている事件ですね。これが一番人気だったんですね。ですので、それについてはちょっと話をしていこうと思います。ね。で、その前に今日の裁判報告ですね。今さ、これじゃね。先生、これじゃなくて。共有ね。これか。失礼しました。違うのを共有してましたね。令和3年は16465という事件で、民事37部の事件です。これ、ユタボンがですね、HY さんという女性を訴えた事件で、今日、損害賠償で判決ということでした。で、これ、全くマークしてなかった事件で、どういう事件か全くわからないんですよ。で、閲覧できるかって聞いたら、年内は無理だとかですね、ひどいことを言われてまして、年明けに閲覧してこようと思います。で、結果も、これ判決聞いてないんで、結果もよく分かってないと、いうところではあるんですけれども、どうするんでしょうねというところですね。何なんでしょうね。これ今日の判決で年内は無理だって、もう1週間以上だから閲覧させないってことですよね。なんか閲覧制限かかってるのか、何なのか。よくわかんないですね。はい。から、令和元年は27572日、前一回紹介したことあるんだけど、H プロジェクトという会社が芸能人の権利を守る日本エンターテイナーライツ協会というのを訴えている事件ですね。よくわかんない事件ですけど、なんか面白そうなんで一応メモしてきましたということです。から、あと J トラストですね。30年は3269で、これ今日が1回目なのかな？国際送達の関係でちょっと長引いてたんだと思うんですけど、J トラストがですね、ファーストグローバルファンドリミテッド PCC を訴えている債務存在確認の訴えですね。これもよくわからない事件ではあるんですけど、J トラストってね、上場会社なんでね、ちょっとメモしてきたという感じです。この他、令和2年は33095ですね、民事26部で、清算金の支払いですね、東京ソックスがグローバルリンクなどを訴えている事件と、こういう事件がありましたと。いうところですね。ちょっといや、ユタボンの判決、今日午前中ね、マンダラケの総会出ていて、で、総会の、議事録をですね、メモしていたわけですね。ブログの方にはもうアップしてますけども、それを、僕は質問はしなかったんだけども、そういった議事録メモしてきて、その関係でちょっとこの判決聞けなかったんだよね。なんで、見れるようになったら見てこようかなと思っております。はい。なんかそんだけさ、見せないんだったら、なんか主文だけでも教えてくれないのにね、と思うんだけどね。だから主文を聞くと、あれなんですよ、事件の内容について書いての質問だから、それは答えられないって答えるんですよね。いや、だったら閲覧させるって思うんですけど、いいや。はい、で、こちらですね、令和3年は10616という事件ですね、民事6部の事件かな。で、あとこれ、反訴が令和3年は14118という事件です。これ、N さんというこれ女性、これも、かなり美しい女性ですね。マリメッコさんの次ぐらいに美しい。かなりの美女ですよ。はい。が、ハーチを訴えた事件ですね。で、これ判決は、これをお伝えしたように、どちらも棄却ということです。本訴、反訴ともに棄却ということですね。で、請求は被告が原告に1000万円支払いと。で、反訴は10万円支払いと、いうことですね。なんで訴訟費用は100分の1だけ被告が負担するということになっているわけですね。で、事案の概要としては、OK さんという男性に、原告女性がストーカーをされたと。で、それにハーチューが協力したと、いうことで1000万円の賠償を求めるというわけですね。ということです。で、逆にハーチューの方は、これはもう全く有利性を欠いた訴えだと。ね、話にならない訴えだから、反訴で10万円払いとですね、いうことを言ってるわけですね。はい。なんか、ハーチューにさ、なんか、この話は訴えにならないって言われると、なんかちょっと、引っかかるものあるけどさ。いいや っていうことですね。で、原告の主張としては、その OK さんという男性から執拗な交際申し出やセクハラを受けたと。いうことですね。で、OK さんがそのハーチューに協力を仰いでいると。
ということですね。で、具体的には令和元年ですね、ツーショットの写真かな、2人の写真をツイッターに掲載していると。からまた、OK が運営する音声配信サービスであるボイシーでの配信を再開することを告知していると。その際、帰国は原告と OK とが交際を終えた直後の日付を明記して期間限定の配信になることや、OK や原告のエピソードを発信して原告へのメッセージだと分かるようにするとともに、原告が嫉妬していることや、原告は OK と縁を戻し、より戻した方が良いなどと放送したと。また被告は、波岡が原告になりすまして、被告を誹謗中傷したことについて、被告の知人らとともに、令和2年1月から6月にかけて原告に対して偉そうだ、起業家に向いてない、少年が腐っている、目立ちたがり、病気なら薬飲んどけ、呪うなんてやってはいけないなどの誹謗中傷したと。原告がこれらに精神的傷を受け、これを慰謝するには1000万円が相当であると、まあ、いうことなんですけどね。で、被告は原告のことを全く知らないし、ストーカー行為への協力もしてないし、誹謗中傷もしてないと。で、全く根拠のない、訴えだから、10万円反訴だと、こういうことですね。で、原告が、だからあんまりその、まあ、ボイシーの音声とかって、これあれでしょう、なんか、YouTube とかと違ってこう録画され、録音されてるものではないらしくて、まあ、とにかく証拠はないらしいんだよね。なんで、まあ、本当かどうかは全くわからないと。いうことですよね、うん。まあだからその OK さんとのツーショット写真、まあこれぐらいしか証拠がないわけでしょっていうことですね。あと嫉妬しても人生は良くならないとする告知をしたと。まあこんなようなことはあるけども、じゃあこれが原告のことを言ってるのかっていうと、まあなかなか同定可能性という点で厳しいのかなという気がしますよね。うん、なのでまあもしかしたら原告の思い込みなのかもしれないしっていうところにはなっちゃいますよね。証拠がないとね。うん、ということでございます。まあ、なので、原告、不法行為はないと。からと、反訴請求はもっとあっさりしてて、まあ、反訴請求には理由はないけれども、訴えの提起自体が裁判制度の趣旨、目的に照らして、著しく相当性を欠くとまでは認められないと。よって反訴請求も理由がないと。まあ、いうことでですね。まあ、なんで、原告ですね。反訴は棄却になったということで、まあ、半分は勝ったと、まあ、いうことでですね。まあ、その点、本当にバザーハイド、おめでとうございます。大吟醸勝訴ですね。ということで、まあ、おめでとうございますというふうに言わせていただこうかなと思ってます。はい。反訴がなければ、これ、もう完敗、だったところが、反訴してくれたおかげで、まあ、半分勝訴になったということでですね。まあ、その点、素直に。喜びたいなと思っております。ちなみに僕は今日放送何するかっていうことでアンケートを取ったわけですよね。で、4つあって、これとですね、高橋先生の訴訟ですね。この前勝ったやつですね。それからあと、なりすます被害者がアマゾンを訴えた事件。からあと、さやかちゃんへのラブレターですね。まあ、この4つをアンケート取ったんですけど、まあ この事件が1位だったんで、これを選んだということですね。うん、ちなみに私の主観を言っておくと、この4つ一応挙げたんですけど、今日やったやつ以外が面白いと。まあいうのがですね、実は私 の主観ではあったんですけど、うん、まあいいや。はい。そんなところでございます。まあだから明日以降残り3つをですね、どっかで放送していこうかなと思っています。で、また質問コーナーですね。あ、質問コーナーはちなみにツイッターのなんか質問箱ってところに来たやつあるわけですね。で、それが結構毎日来るんですよ。で、これ全部、律儀に答えてると、こうツイッターのですね、そのタイムラインが全部こう質問の答えばっかりになっちゃうわけですよね。で、そうすると、なんか、僕をフォローしてる人が、なんかもう、なんだよ、これは、俺こんなの興味ねえよ、みたいなですね、こう、ばっかりになっちゃう可能性があるじゃないですか。見づらくなりますよね。まあ、なんで、こちらの方でですね、質問に関して、お答えしてるという状況です。こちらですね、この質問箱というやつですね。日比谷公園の 中にある日比谷図書館に入ったことありますか？何回かありますね。あそこね、ハンデータイムズとか、
あと、判例時報とかのバックナンバーがある揃ってるんですよ。だから、あそこね、判例時報の番号とかが分かってるんであれば、調べるのにすごく便利ですね。はい。なぜファミマは上場廃止したんでしょうね。裁判所の地下にファミマあるから、三層さんに美味しかったと思うんですけど、いや、そうですよね。はい。ね、上場しててね、優待出してくれれば、こんなに嬉しいことはなかったんですけども、残念ですね。三層さんは、国債を無限に発行することに賛成ですか？てかもうそうせざるを得ないんでしょ？だこれさ、そのコロナが一巡したら、これインフレを防ぐために、まあイギリスはもう利上げしましたけど、インフレを防ぐためにもう各国は利上げせざるを得ないわけだよね。緩和をやめて。だけど日本はもうこれだけ国債発行しちゃうと利上げできないですよね。なんでもう永久に引き受けていかざるを得ないっていう。ですよね、だからどっかですごい円安になって、まあ、インフレになるだろうと、まあ、いうことですけれども、まあじゃあ、だからといって、今さら引き締めができるかっていうと、それもできなくて、もう結構、袋小路的なところはあります。ただまあ、だからまあ、結局国債出し続けて、どこで破綻するかって、ビクビクしながら生きていくっていうしかない、選択肢ないわけなんだけど、まあ根本的な原因は少子化なわけですよ。その子供が減って、結局日本の社会はこうシュリンクしていくっていうところにまあ根本的な原因があるわけで、まあだからあれだよね。私が大学生ぐらいだった時にまあ雇用機会均等法ってできて、別に日本ってこう、ずっとこう、まあ女性が家庭に入って子供育てますと。まあそういう社会だったわけですけど、もうそれやめましょうと。で、男も女も働きましょうと。まあいうことで、まあ、専業主婦家庭から、共稼ぎの家庭にこう移行しようっていうにしたわけですよね。で、その時に、じゃあ、子供誰が育てんだって話なんだよね。働いてください、子供を育ててください。それ無理だよね。っていう話じゃないですか。なんで、そこのところ真剣に考えずに、いや、とにかく、まあ、男女平等だからさ、女性も働こうよって話でさ。で、子育て、まあ、それは適当にみたいな話になったわけじゃないですか。あそこでちょっとやっぱりボタンをかけ違えたなっていう気がしますよね。なので、まあ、究極的にはやっぱりその少子化が根本的な原因なのかなと思ってますね。森友問題について、三層さんの視点で解説をお願いします。これね、1億円の請求に引用しちゃったってやつでしょ。だからその改ざんかなんかをして、それでこう自殺をしましたと、まあ、いう方の遺族の方が、まあ、国を訴えたわけですよね。それで、まあ、その訴えることによって、まあ、真相が明らかになると期待していたのに、なんと請求を任用されてしまった。なので、何も分からずに終わってしまうと、まあ、いうことですよね。まあ、その、金額的に言うと、まあ、1億、その遺族の方が1億円もらうっていうのはですね、まあ、なんていうか、その権利の救済としては、まあ、本当に十分というか、いいことだろうとは思うんですけれども、まあ、その結果として、真相解明などが裁判という手続きの中ではできない、まあ、いうことになってしまったわけですよね。だからこれ福永先生がよくやるように、例えばその損害額本当は100億円ありますで一部請求で1億円で訴えます、まあ、そういうこと言ってきゃよかったんだよね。でそうすればさ、1億円任用しますって言ったら、いやじゃあ請求拡張しますよって言えたじゃないですか。で最初原告がだから、いや損害は1億しかないんだと、で、その1億円を請求するんだと、まあ、言っちゃったもんだから、じゃあ1億任用すればこの裁判終わりだねって話になっちゃったわけだね。なんで、もうちょっと吹っかけた方が良かったのかもしれませんね、そういう意味ではね。っていうところですね。請求の任用で終わるってことたまにありますけどね。とか放棄で終わることもありますけどね、うん、まあ珍しい事件であることは事実かなと思いますね。三層さんは月収5万円とのことですが、副業アルバイトでコンビニやスーパー、居酒屋などで働くとか考えないでしょうか。考えないですね。まあ収入少なければそれなりに生きていけばいいんですよ。まあ前に言ったと思うんですけど、僕もともとレックで宅建交渉していて、で、その頃年収200万なかったんだよね。で、タックに移って、まあ、それなりに週給料を増えたんだけれども、まあ、でも生活レベルはずっと上げてないわけですよ。まあ、なんで別に今でも、
そんなに困ってないっていうところではあるんですよね。なんで、まあ、困ってないので別に働くこともないじゃんっていうふうには思ってるんですよね。まあ私に言わせれば、皆さんお金使いすぎなんじゃないですかとか思ってるんですけどね。いやだから一回さ、なんかツイッターでさ、年収300万あったらかなり裕福な生活できるじゃんとか書いたら、なんかすごい、そんなわけねえだろとか言われたんですけど、どうなんだろうなとか思っちゃいますよね。まあ人それぞれですけどね、考えは。サンソンが本名だと思ってました。まあ別に本名と考えていただいてもいいです。千代さんだって本名、ともひろでしょ、あれ。ですよね。ただ、千代って読めるから千代にしてるわけですよね。まあ私も本名三つ高なんですけど、まあサンソンって読めるんで、サンソンにしてるということですよね。一回裁判所でさ、裁判長から山口サンソンって言われたことありますけどね。まあ別に、どっちでもいいんで、はいとか答えてましたけどね。はい、別に、名前の読み方でさ、結論変わるわけじゃないじゃないですか。はい、年末年始裁判所お休みになったらサンソンチャンネルお休みですか。いやだからそうならないように、だから一生懸命ネタを仕込もうとしてるんだけど、なかなかこう閲覧できない事件が多くて、まあ困ってるわけですよね。まあでも今のところ今日は3つストックがあるんで、まあとりあえず土日は持つかなって感じですね。本人訴訟を何度も経験があります。おおすごいね。非公開での弁論準備は何度か経験あります。はいはい。証人尋問でどうやって申請するんですか。これ認証申請書かな、なんか書くわけですよね。要するに誰を証人申請するのか、でそれは同行するのか呼び出しなのか、自分の友達とかだったら同行でいいじゃないですか。で全然関係ないやつとかだと呼び出しとかになりますよね。であとはその何分ぐらい尋問するのかとか、あとどういうことを聞きたいのか、何を立証したいのかってことを書いて申請するわけですよね。からと多分その尋問の具体的なやり方についての質問なんだと思うんだけど、これ僕やったことないんだけど、本人訴訟の時は裁判官に質問集を渡して、でその自分を尋問するときね、本人訴訟で本人尋問をするときは裁判長にその尋問のリストを作って渡すんですよ。でそれを裁判長に質問してもらうと、まあ、いうことをやるみたいですよ。これはさすがにやったことないですけどね。不動産鑑定士以外に何の資格を持ってますか。マンション管理士受かっていて、あと宅建も受かっていて、あとなんだっけ、貸金業なんちゃらかんちゃらっていうの、サラ金検定みたいなやつ。あれもなんか受かってますね。他なんかあったかな。あ、通関士受かってますね。こんなもんですね。まあ全部まあ、講師業に必要かなと思って取ったやつですけどね。あとまあ検定では中国語検定2級とか、HSK の6級とか持ってますね。あ、ちなみに6級ってこれ最上級です。マンションの最後ってどうなるんでしょうか。修繕費とか未納になって結局金持ってる人に負担かかるそうですが。いや、これ本当に問題ですよ。今なんていうの、高度成長の時代にできたマンションがちょうどこう、そろそろ建て替えなあかんでっていうところになってきてるんだけど、まあ、その頃にみんなね、結婚するぜって言って、まあ、20代30代でマンションを買ってるわけじゃないですか。でそれがさ、もうちょうど老朽化してきてさ、建て替えなきゃとか修繕しなきゃってところなんだけど、もう本人たちもおじいちゃんおばあちゃんになってて、もう私生きてる間は建て替えなくていいからとかもう思ってるわけですよ。まあなんで建て替えとかは全然進まなくて、まあ、最後はスラムになるんじゃないかとか、まあ、そういうことで結構心配されてるところですよね。でそういったところから、その必ずしも全員の合意がなくても建て替えできるようにですね、そのマンション法とかであるし、それからあとマンション建て替え円滑化法なんてね、よりその、まあ、少ない賛同で建て替えができたりするというような法律があったりするんですけれども、まあ、そうは言っても4分の3とかの、ね、5分の4とかの同意が必要なわけで、なかなか進まないことが予想されるというところで、ちょっと難しいですよね。まあ、一つの解決策としては、容積率緩和することだ。容積率緩和して、その今建っているマンションよりも、容積を大きくする。で、その余ったところあるじゃないですか。今の住民に部屋割り当てても、部屋が余るじゃないですか。で、それを売って、工事代金に当てる。
まあ、そういうふうにすると住民の負担があまりなくてマンション建て替えることができるんでいいとは思うんですけど、ただまあ要請技術緩和すること自治体がどうのこうのとかですね、周辺住民の反対に遭うとか、まあ、そういうこともあるし、まあ、いろいろ難しかったりするみたいですよ。マンションは賃貸か分譲どっち派ですか。どっちなんでしょうね。まあ賃貸の方が得なのかもしれませんね。マンションって結局消耗品なので、あの土地の権利がほとんどないんですよね。だからマンションって結局30年50年経つと本当にあのただの鉄くずみたいになっちゃうわけですよね。なので、まあ、そういう意味では賃貸の方が得なのかもしれません。ということですね。アウンティングではなくてアウティングです。あ、どうも失礼しましたというところでございます。はい、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントと投げ銭の方ですね。お願いします。おやすみなさい。